マミコ・アキ・アルジェズ・ワールド。マミコ&アキ・アルジェズ・ワールド。この番組は開運講談師アキ・アキ・アルジェズと英会話講師マミコ・ワールド女子の世界観を垣間見せながらゲストの世界を覗き込んでみる番組です。最後までお付き合いください。This program is presented by Aki Aoje, who is a fortune storyteller and an MI. Mamiko is an English instructor. We really like people and so searching people's world and also showing our world as well. So please enjoy our live show. さあ、あのお姉様も映ると思う。あのカメラ、ポン。映った。はい。あ、大丈夫ですね。何が？アングルです。アングル。アングルね。はい。お名前も表記されてますね。ほぼ動かしませんよ今日これで。オッケー。ね、だからこんなこととかね、こんなこととかしませんよ。はい、大阪道頓堀インド料理のお店見てなんて昨日届けちゅと。はい、はい、でこれで固定します。スポンサードバイインディアンレストランミシェル。はい、ということで本日のゲスト。Today's guest。こちらのお姉さまですね、自己紹介でお願いしていいでしょうか。お姉さま。はい、あのお姉さま。ご存知。皆様。改めて。あのお方。改めて。おなじみかどうか分かりませんけれども、改めまして、そうですね、詐欺の翔子と申します。ブラッカンテレビジャパンの支局であるブラッカンテレビ関西を運営させていただいております。本日はよろしくお願いします。お願いします。なんか拍手して拍手したくなる今日この頃ねえ。あきさんお世話になってるんですよね。もうこのつい2日前もおあのおエムネコちゃんと一緒でしたよ。ありがとうございます。エムネコちゃんって何ですか？猫の着ぐるみ、ここに小服、マネコ服とか書いてね、ラッキーキャラブラッカンテの関西もごひいき、ごひいきに、ごひいき。それどうやったら普通に一緒？ブラッカン関西はブラッカンテレビ関西ですよ。関西は関西ですよ。ここはブラッカンテレビジャパンです。 YouTube 同じ姉妹局、姉妹局なんていうんですか、支局、支局扱い、支局、姉妹言うたらね、姉妹姉、ね、姉妹都市ちゃうんやから。姉妹はいるの？いない。こんな感じなんですよ。姉妹はいない。他界しました。あ、僕もじゃあ妹が姉妹ですよね。はいはい、はい、まあとてな感じでね、うん、お届けしたいんですが、はい、いいですか、自己紹介は、うん、ブラッカンテレビ関西運営翔子詐欺野さんで よかったのか、アシアクイーンズクラブね、運営、これこの画面どこかどこ、ほらアシアクイーンズクラブと懐かしの2年前のサムネイルを今日も使う、アシアクイーンズクラブと、そうですね、そういう面ではタイトルが、うん、3つ増えましたね。なるほど、はい、その3つが何なのかね、はい、僕もね、過去いただいたお名刺をね、うんうん、今こう見せられへんけど見せるけどね、見せられへんとこチラチラこの、はい、ここをチラチラチラとね、これチラチラチラとね、翔子さんのね、はいはい、お名刺もね今日は久しぶりに取り出してきましてですね、いろいろあるのね、タイトルね、いろいろね、さらにもしかしたら、マルチだね、年明けにはね、もしかしたら何ですか、表記が変わってるかもしれない、ね、バンチとかね、地盤とか、そんな感じですね、そういうの変わってるかもしれないですね。まさかあれですか、あの名字変わってるとか、あ、それもあり。いや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 、名字変わってくださる殿方募集中です。募集中だそうでございます。ね、今日は1000万の話はできないんです。なんですか？できないんです。内緒ですか？ということで、翔子ちゃんお待ちかねなんで言うときます。今日は何の日やっときます。あ、今日は何の日ね。はい、今日はディセンバー。今日は100円玉の日。ディセンバー11。100円玉の日です。100円硬貨が今日発行された日、1957年12月11日、昭和の32年かな、それまで紙幣だった板垣退助やったかな、肖像の、だから500円紙幣とか僕らは知ってるんですけど、翔子ちゃんは知ってるのか、500円紙幣を知ってる世代、でも100円紙幣は僕ら知らないじゃないですか、それが100円玉硬貨が今日はできた日、なので、まあまあ、100均ネタ、100円玉ね、で買えるネタもしてもらってもいいんですけど、いつ発行されたんですか？1957年は昭和の32年。1957年、1957年、で僕はよく生まれ年のコインを見つけて発見開運ってよく言ってて、大体お財布の中にね、自分の生まれ年のコインをね、潜ましてたりして、お守り代わりで、ここの時に使いなはれって言ってたんです。で以上なんです。これ以上100円玉のネタがなんかありましたらね、100円玉、私にあの
まつわる百円玉よく両替に行っておりました。おお、いいですね。はい、商売やってもおりましたので、いわゆる百円玉もそのこのこのなんていうの、包みでこのロットっていうかな。そうそうなんです、まさにでガシャン、うちの実家には金庫がございまして、あの業務用の、でそこにはもうその本で1本2本1本2本ね、はい、そういう、はい、あれ何枚入ってるの、そうや、ね、1本100円で1本何本なの、50枚かな。当時は両替料いらなかったんですよね、銀行確か。あ、え、当時とか今いるの、いる、確かにいると思いますけど、そう、あの機械にボン入れてて、ベベベ出てくるんじゃないの。うん、今ね、両替、そう、手数料いったんじゃないかな。僕の現役の頃は、本当に現役ってないやねんって話ですけど、ね、本当に両替機ありましたもんね、うん、ATM の横に両替機っていうのがあったんで、うん、両替機を使ったら大丈夫だけど、今も ATM の横あります。 あるんちゃうけど、うん、確か手数料、手数料多分取られたような気がする、銀行さんもね、そのくせさ、夜間取引とか無料やったりするでしょ、銀行による、コンビニでも中無料とかよく書いてあるとか。それはどれだけ預けてるかにもよるんじゃない。あ、そうなの、なるほどね、なんかその、あ、そうなの、いろいろと条件ね、条件、うん、条件あります、あります。あの100円玉の日はもうあっさり流すや思ってたけど、深掘りにはまりそう俺。え、詳しいのお二人は。いやこれで、ね、ネタこれぐらい。あ、そう、え、最近、ね、この最近ね、うん、いつ銀行って言ってます。私はもうメインバンクがあるので、うん、あの貸金庫とかそういういろいろちょっとあるので、お世話になってることが、うん、この12月にも何回かも出入りしてるってことですか。普通その個室にね、個室に行くんですか、うん、郵便局、僕あんまり個人情報ないです、郵便局は行くんですけど、あんまりもう銀行に行くこと、あ、今度水野さんに借りたらまた前に行くあの12月いつももらいに行くんですよ、一面カレンダー、ね、うん、あの1年分カレンダーで、ね、うん、お願いしますよ、みさくさんね、はい、なるほど、はいはい、カレンダーね、懐かしい、ね、今は会社でもね、そう配らないんじゃないですか、ね、うん、だんだん減ってきてるよ、ね、逆に僕、うん、あ、結局こうなっちゃうからごめんね、これがマミコワールド、アッキーワールドで垣間見せてるところなんですけど、僕ね、昔だから自分とこのロゴをカレンダーの下に印字して、うん、この時期にクライアントに配ってたよ、お歳暮でもないよね、うん、なんかこうご挨拶、ね、年始じゃなくて年、年の瀬のご挨拶、ね、で 200くらいかな吸っててね、でそれを結構楽しみにしてくれてはるクライアントさんもいました、うん、はい、そうね、ご挨拶ね、その銀行の両替機は使ってた、うん、OL 時代はどれするみんなで選ぶみたいな感じで、ね、はい、集まってきたね、各その業者さん、電気業者から来たやろうバーッとね、そうなんですよ、そこのスタッフ社員さんがで持って帰ったりします、ね、はい、懐かしい、懐かしい、ね、うち人形あったよ、だからね、うちにうちのカレンダー、カレンダーって可愛いカレンダーやったからあのスタッフの子も欲しいんです、うん、1個別で分けてくれませんかって個人的に欲しい子もいたよ、普通もう会社に、ね、飾ってくれてるから、ね、でも本当に飾ってくれてるとこにしか持っていかんようになって、うん、確かにね、私がいがない、プレゼントしがいがないですよね、ね、であのちゃんと書けるようになってたしね、あ、それの方が便利、うん、便利、うんうん、タイヤ結びつも書いてあったし、なるほどなるほど、で可愛いね、イラストやって、うん、まあまあいつも定番のやつで、あの書体も可愛かったの、うん、はい、以上です。あ、ちなみにこれだから秋玉とか、これも僕自分でロゴ作ったりするからね、あーすごい、あのしょこちゃんのデザイナーですね、エトラジナのロゴ、あんなも自分でピンピンって作っちゃうんです、うん、はい、はい、ですね、の当時の面影、おかげです、はい、なるほど、ということで、百円玉の日、あ、造幣局の博物館って行ったことあります、うん、ないです、無料なんですよ、あの、天満のね、天満にあるところね、天満かどうか、うん、なかなかね見応えある、ありますか、なるんですよ、なかなか面白い、無料だからぜひぜひおすすめですけどね、時間とって行くべしですね、うん、なんか今のほら記念コインとか、うん、特にやっぱりオリンピックとか、まあ、今回500円玉、まあ、100円玉ですけど今日はね、うん、500円玉が新500円玉とか、何ですか、豊臣秀吉の天正小判も飾ってある、あ、あ、気にしたも行かれたことあるんですね、僕ありますね、なるほど、あるんですね、なかなか面白い、造幣局博物館、僕はあの近所なんですよ、はい、おそうですね、内緒なんです、ミントミントミュージアムね、うん、あの辺からこの前あの商工スタジオまで歩いて行ったんです、はい、結構距離がなかなかのお散歩コース、あの本当は別の目的やったんですけど、せっかくやし、じゃあちょっとこううろうろってしながら、ね、
中之島とかいう場所。お近いですね、スタジオとね。遠いんじゃないですか。雪流っていつ頃なんじゃん。あ、そう、相当ですね。何年期かは言えます。素晴らしい。ちなみに心斎橋スタジオから火曜日は1回だけ歩いて帰ったことあります。造影響が出てるすごい。まあよっぽどお暇やったよね。いや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 、僕はあの収録の日にそれしか気温入れないんでね。はいはい、頭が。いや、それでもすごいです。すいません、こんなこと言っちゃうんですよ。ということで、まあいつもね、あの初めて来られるゲストの方には開運キーワードを差し上げておりまして、今日なんかね、あのビールとワインとジュースじゃなくて、なんか高級お菓子の差し入れがさっきあったんで、まあそういうのがこうありながらの開運キーワードが当時玄徳っていうのを差し上げてまして、はい、はい、覚えております。難しいよね、玄徳って普段使う言葉、奥深い通り、奥深い徳でございますから。ただの徳ちゃいまんねん、もう深い徳で、まあその通りに来てはるのか。でせっかくなんで今日ちょっともう一つだけね調べさせてもらって、なぜかねこれ公表はしませんけど、公表はしませんけど、いただいた初めてね、うちのこのまみこだきアルジェスワールに出てもらった時が令和元年11月9日なんですね。はい、でその時にお誕生日メモってまして、そのお誕生日を紐解いてもう一つちょっと調べてみたんです。確認したら、しょうこちゃんってロマンチストなんやね。そんなこと言われても、そうでしょうか。そんなこと言われても、そういうふうに、まあ、あの数字上は出てたんですよ。あとね、なんかゆっくりしてくださいって言われたら嬉しいねって。ああ、あのデータは出てました。データ ね、 データね、統計的にはお誕生日からデータがね。ああ、そうなんですね。どうですか、ロマンチスト。ロマンチストについてはまあ、若かりし頃は若干。夢描いてたことも夢を描いてあるかな。今はゼニアゼニア言うて言ってます。だから100円玉です。そうです、あの意味があってその日に呼ばれるわけです。とんでもない徳を積むということを心に置いて玄徳です、ね、動いておりますよ。僕はねこれ本当にあの信じるも信じないもあなた次第なんですけど、よう一円玉から拾うんですよ。でそれをちゃんと見つけて拾うっていう行動は徳積みではあるっちゃあるらしくて、その一円玉さえ大事にするっていうね。でここもね、なんか今日来る前は宝禅寺横丁の水掛け地蔵行ってきたりとかね、まあ、そういう、日頃の努力がつかみを結んだらいいなと思いながら、ブラックアンテビ関西でも頑張って、木曜日にさせてもらってます。はい、ありがとうございます。僕ね、だから第2木曜日と第2土曜日さえ、大阪におったら変な話ね、配信はできるんですよ。第2週だけ大阪にいたらできるんです。はい、ということで、はい、ブラックアンテビ関西運営の証拠詐欺野さんをお迎えしてお届けしております、マミカンダキアジズワールボリューム74は、ですね、翔子ちゃんにこれだけはってね、この大、その2年前の放送とアーカイブ、それから去年の放送、そして僕ね、年の瀬リストが翔子ちゃんが12月だと思ってたんですけど、はい、実は逆で、あら、サギザナライジングの12月26日2020年に僕とまみちゃんがゲストで出てるんですよ。ああ、はい、だから12月になった翔子ちゃんっていうのは、あ、それは合ってるけど逆の立場やったことが今日は初めて、あの翔子ちゃんにオファー出したのはもう 2ヶ月ぐらい前なんですけど、今日今朝初めて、あの認識しまして、そうだったの、立場逆だったんだ、でもですよ、まあ、その3回聞いてたうちで、まあ、いろいろ成長してるんですよ。初めはだから翔子ちゃんまだ普通に火曜日一緒に番組やってるって感じ、2回目の時はチャチャコンテストのコンテスト云々に対してちょっと相談乗ってよって感じ、あ、そう、コンテストね、で逆ゲストで出てきて、もう逆ゲストの時にはもうしょこちゃんが、ブラックアンテレビ関西を運営されるっていう話をもうしてるんですよ。成長が、しょこちゃんの成長がこの3回のアーカイブで垣間見れる。すごいね、どん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 いろんなことが起こっている。いやいやいや、ありがとうございます。でね、あのな、何のことを言ってるかとは言わないんですけど、一応気になったことがちょっとあって、クラブの方なんかに絡みがあると、縁故枠で見つけれるんじゃないかみたいなことをなんとなくその端々の中にね言ってはるんですよ。例えば芦屋クイーンズクラブのその名前をどうしたみたいな話をしてる時とかね、であのその方たちのご縁とか今どうなのかっていうのは、歴史なんで分かんないですけど、意外と縁故枠っていうのがあれば、うまいこと翔子ちゃんなら行くんじゃないのっていうのを気になった、今日3回分聞いてて思った言葉です。だからそのロータリークラブっていうあのこの
ものじゃないですよ、うん、そういうことも、なんとなく気になったんで、うん、メモってるんで言い放っておきます、はい、まあきっといろいろな ご縁がねいろいろあるんです、ね、そうですね、私の一応コンセプトとして、うんうんうん、まあ自分のペースは5年以内に構築するのを念頭に、うん、今3年目になるんですが、うん、そういう事業者や経営者の方や団体の代表の方々とご面談を増やしつつ、うん、交流を増やしつつ、うん、点を線に面に立体にって変えていくっていうのが私の使命に思ってますので、お引き合わせですね、うん、そういったことも積極的にイベントやメディアや EC や、うん、デジタルね、うん、を通しながらいろいろさせていただいてるっていうのが常です、うん、はい、だからこういう民主に関してはごめんね、そういうこういう民主はたまたま僕それを何かっていうことを認識するわけじゃなくて、こういう民主がちょっと乗っこってて気になって、うん、なおかつアウトプットすることで翔子ちゃんが何かの次のヒントになったらいいなと思って出してしまいました、はい、ありがとうございます、反省会はありません、はい、では後半裏面もあります、裏面ですか、6時16分もあります、はいはい、世界の食料の約3分の1はただ捨てられている、これは今日のキャッチコピーなんですよ、こんな話を今日翔子ちゃんとするのって話なんですけども仕方がない、運命です、こう流れなんでね、フードロスってことですよね、はい、で、まあ、ただ捨てられたために作られてるんですが、今日は、1946年、昭和21年かな、12月11日、ユニセフが設立された、ユニセフの今日創立記念日なんです、うんうん、で募金は子どもたちの栄養の改善、うん、安全性、飲み水の普及などに使われていますと、うん、でちなみに日本も1949年昭和24年から、1964年昭和39年まではユニセフの支援を受けていましたという、あユニセフの、まあ、まあ言うたら昭和21年戦後ですよね、もう、うん、今日、まあ、ユニセフが出てきた日なんですね、うん、で我ながら僕ね、24時間テレビってあるじゃないですか、日本テレビさんで、うん、あれが読売さんがやっぱり近所なんで、まあ、近所でもこれぐらいありますけど、でそこに行って毎年その24時間テレビを番組に、まあ、映り込むのできたらいいなとか思いながらね、結構大阪おる間は大阪市の近所に行ってこう募金するぐらいはしますし、まあレジ横にね、もしあればお釣りがたまにあればちょんってしますが、募金しますが、まあ、そんなもんですよ僕基本で、ボランティア活動もそんなもんなんですよ、阪神淡路大震災世代なんですけどね、でお二人にこんな話を聞いていいのか、もしかしたらその玄徳の翔子ちゃんなら、ボランティア活動実はしてまんねんとかさ、してなくてもちょっと今後こういうこと考えてみてあるかもしれない、わかんないんで、今日は100円玉の日というユニセフの創立記念日なんです、どうしようと思ったんですけどね、で、翔子ちゃん的には翔子ちゃんのビジネスがもしかしたらそっちの方向に向けようとしてはるのかわからないですよ、これはわからないですよ、誰か助けてよ、あんまりこういうネタを僕がすることはないです、こういう真面目なネタ初めて聞いた、なんかこの募金活動とかボランティアとかのどういうふうにお考えになってるのかとか、どういうふうにお考えになってるのか、バラエティ番組なんでいいですよ、はい、なんで僕は24時間テレビの時に行って、頭に行ったら貯金、来年用に貯金箱もらって、紙の貯金箱もらって帰ったりね、うちはもらって帰ったりするんですけどね、あと、トライちゃんはアナウンサーを対して映ったりなかったり、なかったりして、まあ、アナウンサーをちょっと見て、わーとかして帰るんですけどね、はい、どうでしょう。大丈夫ですよ、僕は。いわゆる、まあ、ユニセフ、ユニシ、募金活動、ボランティア活動、なんか、私、こんなこと、ごめんね。ほうほうほう。一応、私、ユニセフマンスリーサポートを、もう10年ぐらい。やっているので、なんかこの間テンヤーズメモリアルなんとかグッズみたいななんだか来ましたいただきました、なんかテンヤーズが10年間なんかやってるだと10年間やったんやと思って、私もなんかそう初耳なんで今驚いてますが、そうですか、まみこさんはユニセフに絡んでたのね、でごめんねこんなこと聞いて大変なんですけど、ユニセフって何の略、あごめんね答えなかったらいいですよ、何やろう、あ答えは出てるからね、ちゃんと検索者で出てます、忘れました、なんでやろうね、ユナイテッド、ユナイユニユニセセあれここ発祥にませんしカットしまうから、ナショナル多分ユニユニ熱っもうノーまあだからその英語が分かってない、ボランティア活動はそんなにしてないな2人って感じですね、セフ、あでもいつも見てるけどね、なんでしょうね、もしかしたらね美奈子さんぐらい飲み水のことで得意かもしれないですけどね、まあですよ、みんな一つだみたいなね、はい、ワンワールドで今年のせいとかやったら NHK の歳末助け合いとかあるやん、うん、ね、はい、赤十字とかあるやん、なんかね、ユニセフグッズとかもねすごい好きやって、はい、学生の頃とかってそのユニセフのキャラクターとかクリスマスカードが超可愛かったの、
グッズとか地球儀とかね、うんうん、なんかそういうのがちょっと私のこう響いて可愛いと思って多分そこから始まっていて、うんうん、グッズね、まあ、でもそうやね、それで釣られてるよね、そうそうそう、釣られて俺もケンタッキーフライドチキンスヌーピーグッズやったら釣られるもんそのグッズから入った感じだけどね。であとなんかそのそこじゃ青いである寄付とかしてるとその自分の住所の、うん、シールみたいなのがもらえたりとかなんかそだからそのシールを貼ればいいと、うん、そう出すときね、そう手紙とか出すときに自分のそのユニセフマークがついた自分の住所も作ってくれているシールをもらえたりとかしてて、うんうん、なんかそういうのに多分ちょっとつられて。そうこうしてるうちに10年経ったんやみたいな。注釈入れとくわ、今日マミちゃんおってよかったですわね。そうですかこんなこんなもんだから、マミコンだけ RG ゾーンがもともと僕らのこともちろん見せるよと、で出すよと、で喋るよと、僕喋りやからね、うん、マイクは取り合いでやっちゃうよと、で普通の本当の番組やったらゲストの方いかがですかとやるんだけど、やらないからもう助け舟のようにいてくなって、うん、でもちろんマミちゃんもゲストさんもこの台本を一切見せることなく本番迎えますから、うん、知らないわけですよ。でもそれに対しユニセフを知ってる、まあそんだけユニセフね、小ネタも出ていただいたらラッキーぐらいでね、はい、なんか多分スルーですから、次の話スルーですか、はい私としては SDGs ですね。あ、今のこのバチナのこのそうですそうです、サステイナブル、はい、人口か12個か、17か条の中で、やはり皆さんの事業者様がどう取り組んでるかっていうこととクローズアップとか、まあそういうふうに参加していくきっかけ作りっていうのをさせてもらってるわけなんですね。その中でブラックアンテレビっていう関西の方はそういったことも事業者様の応援の一環の中で取り入れさせていただこうというスタンスでやっております。すごい枠あったわなかったらつくつく言って帰らなかった。そうかそうかそうか、つくつくはまだ今も流れてます。来年メディアオープンですが、もう世界に類のない、うん、デジタルツールであり、うん、デジタル事業参入の、うん、まあ、チャンスですね、うん、はい、何言ってるかいう方はつくつくイシーサイトね、そうですね、はい、カタカナでも大丈夫ね、つくつくって検索しても、うん、僕が何言ってるかがイコマスですね、はい、それ以上は申し訳ありません、はい、あれそうなの僕からはね僕からはですね、ああそうね、ちょっと検索しますということで、つくつくイニセフの創立記念日だったんです。あ、創立記念日だったんです、はい、そうですね、うん、何年前ですか。1946年昭和21年、計算してください。今が2021年1946はいくつでしょう、計算してみてください。さあ、はい、ということで、もういいボランティア活動支援ね、活動なんかについてね聞けたらなと思いながら、毎年12月今日は11日ですが、12月12日が平日ならばだいたい今年の漢字の発表があるんですね。清水寺の隣の舞台の隣のところなんですよね。いつも12日ですか。12日が基本なんですけど、土日祝が入った時は多分平日の平日にずらしてはると思う。かこれ過去の土日祝が入った時ね、まあ、祝が入ることはないでしょうけど、でだから多分13日の月曜日ちゃうかな、お昼過ぎに発表やと僕は思う、はい、想像、ごめんなさい想像ね、うんうんうん、で僕は清水の森清範さんに最近の回で書いてもらってるっていうのが、まあ、この時期になると僕はしょっちゅう出すんですが、ネタでね、まあ、せっかくなんで明日明後日に向けて、翔子さんとマミコさんとアッキーさんの今年の漢字は、当てる必要ないです、私はこうでしたっていうのを、まあ、発表してもらったらなんか年の瀬っぽい番組が出てくるかなって、うん、今年の漢字ね、これだけはもう翔子ちゃんに木曜日から一応宿題です、うん、あ、そうなの、ああ忘れてました宿題やった、まあ、今から漢字一文字をピュッピュッとね、ペッと考えてる間についでに逆質問コーナーもございますので、その後翔子ちゃんから我々にくず質問をしてもらうと、まあ、できるですね、はい、まあ、大体、一つのピークが迎えられるんじゃないかっていうね、はい、こんな感じで、僕はもうできレースできてますからね、じゃあ私質問していいですか。何を質問するんですか。いや別に逆質問、あなたも逆質問コーナー参加あ、まあまあ、別にそれは、いいと思います。もう後半ですから大丈夫ですよ。その前に今年の漢字の発表だけしてもらって、発表っていうかもしあればね、イメージすればね、これでもちょっと私さっきちょっともう やってたんで、はい、あるんですけど、まみちゃんはもう、
自分の中でネタができるんですね。そう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 、できてる、はい、じゃあどうぞ。いいですか、うん、選挙の選、選ぶ選択する。2021年まみこわらさんの今年の漢字は選ね、ゼタって出てきませんけど、ね、チョイス選ぶという字、そうセレクトとか、はい、ね、選挙もありましたし、まあ、自分で選択するっていう、何かこれをするっていう自分の中でもあるし、まあ、全体的なのもあるし、まあ、オリンピックもあったので選手っていうのもあって、うまいこと言います。なので選ぶっていう感じ、綺麗な感じでよかったです。がちょっとこう来た感じ ね、あの逆質問コーナーまでいい子にしてください。はい、わかりました。で、しょうこちゃんができてたらしょうこちゃんにですし、僕はもうできてますから、あのできてますしね。これね、しょうこちゃんとこのブラカデミ関西の去年の12月の放送でも、去年のっていうか、そうですね、去年のマミコアンドアキアルジェットワールドでもやってるんですよ。去年のやつをね。去年はね、うん、で僕それにつながってきてるんで、僕のは、去年の感じと今年の感じはほぼセットなんですよ。まあ、繋がっているので、ね、僕の場合はね、はい、なのでどうしましょう、翔子ちゃんと僕どっち先しましょうか。お任せしますよ。やりたい人って言ってね。もう できてますじゃあ翔子ちゃん。まあなんとなく今インスタントで考えました。じゃあやりますか。じゃあアキさん先の方がいいんじゃないですか。僕ね、去年ね、うん、じゃ あやりますね。僕去年あの翔子ちゃんどこでもここでも発表したのは、録音の6やったんですよ。はい、録音の6で撮るね。撮る。去年の2000、うんうん、レコーディングね。去年だね、うん、2020年か、うん。で、2021年は、うん、今年は、6を、6高の6、マネー6に変えたいですっていう、まあ、方法を言うて、まあ、年を、まあ、開けたわけですよ。うんうん、で、結局です。うん、結局、はい、今年は、はい、録音のオンでした。音でした。音にまだ行きますか、レコーディングとかね、はい、あの個人的にマイクとか手話のマイクとか持っててね、そういうのに吹き込んだりね、ああいうのね、もう一人でね、今年も結局まあ言うたらいい子にする時間長かったんで、なんかあれば、まあ、マイクに吹き込んで音を残して、ね、音耳と音で録音のオンでした。去年は6でした。よく音楽とかも聞き、音楽もだから聞いて、あ、だからラジオ局行ったらラジオあの曲かけれるのが嬉しかったです。あのいわゆる一般の曲ね、あのインディーズの曲じゃなくてね、この BGM はまあ一応インディーズの曲ですけども、そうですね、グロスコフの、はい、だからこの前1ヶ月前のゲストさんにボヤージュを課題曲で歌ってもらったカペでちょっと歌ってもらったんですけど、ラジオ局では本当に浜坂あゆみのボヤージュをかけれたりとかね、まあ、そういう意味では音でした。音ね、こんな前振りをして大丈夫でしょうか、じゃあ来年こそは6来年こそだからまた考えます、6高の6です、また考えます。繰り越し、繰り越しになります。ですか。で、去年翔子ちゃんも今年をなんか絞ってとか言っていたのよ、絞って、ね、まあまあ、まあまあいいや。さあ翔子ちゃんの今年の漢字の発表です。今年の漢字は去年なんて言ったか忘れましたね。まあ今年は今インスタントに思ったことは、気づくですね。構築の地区です。地区ね、地区ですね。はいはいはい。はい、ベースを整えるっていう年。地区ね、はい、建築の地区でもある。はい、フォーミングの方かな。つくばってちゃうね、はい、なんかつくし、まあまあなんか、ね、はい、いいですね。はい、何上とか。ビジネスの面でもそうですし、うんうんうん、あとまあ私生活の方ではやはりまあいろいろ家族の問題とかもいろいろありまして、うんうん、まあ、相続とかそういうあの家族のベースの部分、まあ、うん、経済的な部分もありますが、うん、まあ、そういったところの整理整頓、うんうん、まだちょっとねいろいろ裁判中もありますけれども、うん、まあ、そういうふうなところ整えですね、うん、まあ、ただ来年にちょっと持ち越しの部分もあるんですが、うんうん、そんなとこでしょうか。こう積み上げていく、ね、そうですね、静かに今年はまあね自粛続いてますし、静かにそういったもので、しょうこちゃんのお話を聞いてるとなんか背筋伸ばしてピンとこう聞かないような感じで、なんか裁判一つの針や ね、猫かぶった猫来てきたよかな、ね、だから猫かぶってる時って結構怒られたりするからな。そうなん、この前もスイちゃん分かってるやってんねんけど、うん、まあまあ、はい、ちょっとした不具合とかでもね、猫ちゃんとまたじゃあのよかったらブラカディング関西もまだね、ご覧ください、はい、アーカイブあるんですよね、あります、はい、で前回のボリューム49、うん、2年前2019年11月9日の初出演の回、うん、そして2年前がそれね、うん、でその時はファッションのこだわりとか結婚観も喋られてました、それから去年が、チャチャコンテストの件で、はい、コメンテーターみたいなことをしまれました、うんうん、そして僕らは、12月26日にゲスト出演させてもらいました、うんうん、サギーズアナライズングが、うん、今
第3金曜日なの？ここで心斎橋では配信が。そうですね。第3金曜日の6時に移行しましたね。で、そちらももしかしたら来週？来週かな。そうですね。レギュラー放送、今年の。はい。サーティフライデーね。はい。はい。です。はい、なんかお開きみたいな感じお開きではないです、ね、実はまだ6時29分6時半まで回ってない。あの原稿全部終了しました。あら、あ、もう終わりですか。サクサク進みましたね。サクサク進みましたね。もう告知したでしょ、ね、告知したよね。告知というかサギザナライジング、サギザナライジング、第3金曜日6時から第3金曜日、あのブラックテレビ関西で特別放送みたいな感じでやってブラックアンチャンネル、うん、あのショコちゃんのインタビュー番組ね、うんうん、新規の方とこうね、うんうん、あれはもうその時々ですもんね。あ、あるんですね。あ、決まってるんじゃなくて、その時々にね。関西でのブラッカンチャンネルっていうのが。ブラッカンチャンネルがね。で、要はここから、まあまあ、バトンタッチじゃないけど、まみこさんもスルー言うてるんで、逆質問コーナーしちゃって、お互いの聞きたいこと。いやいや、ちょっとあの、振りだけでしたけど。でもしてください。だから、答えれる答えれない。それパスはしゃあないんですよ。うん、ね。で、しょうこちゃんに、いわゆる何とかボードキャスティングボードに握ってもらう感じで、30分進めたらなと思って、うん、で、こんなことをさ、最初に言われへんやん。段取りさっさと片付けて、はいはいはい、ね、せっかくなら僕もしょうこちゃん番組に出たいよってこと、出た気分になれるかもしれないし、ね、はい、まあまあそれなりに喋れはるだろうという、はい、まみちゃんも含めて、うん、なのでお任せはしませんが、なんか何ですか、なんていうの、ブレーコーブレーコーですかあんまり言うと怖いけど何かその昔ちゃんとね、初出演の時はね、逆質問コーナーでしてもらってるんですよ、うん、当時がファッションのこだわり、うん、それから結婚観についてっていうのを、うん、あの質問されて答えてて、最終答えてたんだ、はい、うん、アーカイブで今日確認してください、うん、それ以外で逆質問コーナー、なんかこう、まあ、逆質問コーナーにこだわる必要はないですから、うん、なんかしょうこちゃんからのお題、うん、答えれるかどうか分かりませんし、パスするかどうか分かりませんが、うん、なんか、しょうこちゃんの呼吸でまでどうでしょうか。いいんですか、まみこさん先じゃなく、先じゃなくて、あ、まみこさんも思ってるねんね。何が、あ、一個は出してなじゃな。そう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 、あのこの間ちょっとちらっとそのひらめ、ちょっと待って、ブラッカン関西見てて、うん、ひらめいたのねちょっと待ってよ、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 いや、お題を吐き出してしまうのか、しょうこちゃんと二人で探り合いしてよ、どっちが先言うか遠慮の塊か、いや、遠慮も何も、もうお話するんでしょっていうこの間あのアッキーさんに質問されてスルーしてはったんですけど、やりますか、あのこれ、うん、あの決めた口説き文句は言うて、でもそれ答えてはれへんかったんで、答えないです、僕ないっすよ、うん、ないっすよじゃなくて、なんかじゃ あの女性に対する、うん、異性に対する決め台詞、決め台詞なんかありますか、これ言っとこうは口説き文句じゃなくても決め台詞みたいな、まあね、まあ、それはまあまあまあ逃げれますけどね、僕はいっぱい、はい、どうでしょう、ずっとどうしょ、ちなみにね何言って反念じゃないけどアーカイブでブラカンテレビからの時たまラジオ、その時見せる時たまラジオがあって、はいはい、その時の僕原稿今日用意してますね、で今日はしょうこちゃんとの番組に用意、今日2枚原稿用意してるんで、うん、前回まみちゃんも来られなかったし、しょこちゃんは猫ちゃんし、 M 猫ちゃんしてもらってたんで、結果的には言葉で回答してもらえてないから、うんうん、余ったら実はそれをでもいいかなと思ってたんですよ、その時の質問をもう一回二人に し直そうかな具合をね、で、まあ、まみちゃんはその見ててそういうことを言われてるんですが、そう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 、僕の決め台詞っていうか、まず僕番組やってた頃ね、やってた頃で今もですけど、うん、当時の番組で新たに時るめことがミッションでございますってよく言ってたんです、うん、海運公男子、海運公男子と申しますって言って、いきなり海運社員にフォーチューンってやってたんで、うん、完全にそれ以上のことないです、新たに時広めることがミッションやったっていう、新たに時広めることがミッションですっていうのが、まあ、決め台詞みたいな、で最終きらり海運ってね、社員にフォーチューン、まあまあ今もね、それも決め台詞っていうのあるんで、ね、それは答えれるんですよ、うんうん、でもまあ口説き文句は答えられる、まあ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 、まあ、だから諸越先生に聞いた方が よろしいかと、きらり海運です、はい、はい、そうでしたか、はい、どうぞみんな答えるんでしょ、でパスするんでしょ、いや答えれない人はパスなんでしょ、だからまみちゃんも決め台詞、しょうこちゃんも決め台詞、決め台詞、ああそういうことね、じゃないの違うの、いいよ、あの6時34分待ってます、はい、はい、どうぞ
なんかありますでしょうか、決め台詞。それはビジネスシーンですか、それとも何かそういう恋愛モードな時のことですか。どちらでもいいです。どちらでも、なんだろうな、特にそんなに頻度はないですが、ご忖度申し上げます。さすがで、さすがでございます。そうね、この数年よね、忖度という言葉が世に特に聞き、ね、及ぶようになったというか。どっちにも取れるんですよ、ね、相手からすれば、ね、今までの経緯があって何かをね、自分が対処するっていうことなのか、うん、それとも今からのことなのか、うん、もうそういうところで全面その人の人柄がこちらサイドでちょっと一応ジャッジできたりもするので、うん、お人柄が、うんうんうん、おこがましいですけど、自分の関係とか言ったら怒られる、はい、おー素晴らしい。ちょっと失礼ながらこれカットされるかもしれないけど、京都の方っぽい言い回しかもしれません。あの、そうやね、冊子の文化とかをもし京都の方に印象づく方が多いとすれば、うんうんうん、なんかちょっとそういう言葉の遊びみたいなところがあるかもしれないですね。ストレートに言いなよっていう、あ泣いて言わないから、そうですね、帰れるですね、オーナーからすれば、ね、こちらのオーナーからすればストレートはっきり言うストレートねまあね、そうね、はい、難しいところですが、あ、はい、まあ、でもそういうのもねちょっと改善していかないといけないと思います、うんうんうん、イエスの、ね、なんかはっきり答えれるような、うん、あの会話も必要かな、うんうんうん、と思うんですけど、まあ、でもそういう意味でも 今日翔子ちゃんがゲストで翔子ワールドだからこういう会話ができると思ってるんで、うん、なかなかすごい、はしゃぎまくってますからね、はしゃぐ時はね、だいぶテンション落ちましたけど、ほら飛沫飛ぶとかあったし、マスクしてるし、いろんなことで抑え気味ではやるんですけどもうん、うん、まあ本当にマイクの前で、まあ、僕は楽しんでテンション上がるんですよ、うんうんね、はい、ということでマミコさん、はい、決め台詞なんか持ってる、はい、ありますよ、まあ、好きな自分の好きな言葉でもあるんですけど、うん、Everything is meant to be、 全てには意味があるよってことですね。深い、うん、なんかなんか俺のやつすごいポップで軽かったな。ポップいいんじゃないですか。アッキーさんらしい。大人の事情で今レーザーポインター出せないんですね。らしいじゃないですか。新たに特急メクルマンね。はい、一問目終了終了終了。はい、終了。うん、はい。さあ、翔子ちゃん、翔子ちゃん一問どうですか。一問。はい。そうですね。じゃあまず一つっていうか、うん、そうですね。まだまだ自粛続いてますが、うん、今年まだお預けにしてしまってることって、ああ来年にはこれしとこうしようかなってお預けにしてしまってることとかありますか。お預け、あ、はい、例えば旅行とかそういう類でもいいです。考えてるよね、言うとくなさきな、うんうん、この前だから弥生ちゃん、ちゃんと3号さんに、この前の木曜日の番組で言われたんですけど、あきちゃん今年はもう年末は伊勢行くのって言われて、うん、僕は基本お伊勢さんって12月27日前後に行って締め飾りを買って帰ってくるっていうのが結構前は続いてたというか、一つの行事やったんですけど、うん、近所に皇太神宮と大阪、伊勢神宮の内宮さんの名前とそっくりの神社の近所に今いるもんですから、そこにまあ大体参拝をしてるんで、うん、もう言ったらそこで皇太神宮さんでまあ言ったら年末年始を済ませてるんですけど、うん、やっぱり本拠元の椅子には行きたいなと思いますね。例えば来年こそは、本当はね12月12日だから明日に行こうと思って予定にはスケジュール入れてたんですけど、あ、仮予定ね。でもやっぱりもうちょっと堂々と行ける時期が欲しいな。確かに、あの毎月行ってた時期があるんですよ、1日前後に、はい、です。なるほど、そうか、はい、はい、はい、綺麗かどうか知りません、答えたよ、はい、はい、はい、私ですね、よく生徒さんとアフタヌーンティーを してたんですよ。楽しいひととき。そう、アフタヌーン、ゴゴティーですね。そうそうそう、アフタヌーンティーしながらちょっと、まあ、イギリス発祥っていうのもあるので、はい、それをしながらちょっとしたレッスンみたいなのをしてたことがあって、あ、まあ、なかなかやっぱりそれもできずにいて、うんうんうん、なかなかアフタヌーンティーをこう、はい、一人でっていけないんですよね。あのアフタヌーンティーって多分あれ2人からしか多分いけないのかな、うん、あのケーキが積んだやつ、そうそうそう、積んだやつって多分1人でね多分、うん、あの他のお茶とかは1人で行くんですけど、アフタヌーンティーがやっぱりなかなか誰か相手さんがいないといけないので、うん、ずっとお預けになっていてしたいなと思ってます。来年こそ、はい、ぜひ誰かね、貴重なお時間ですよね。うん、まあ、ないとしょうこちゃんにもね、うん、
つなお二人はつながってんの？メッセンジャーとかつながってます。僕もしょうこちゃんとつながってますよ。あの木曜日のゲスト決まってたあだよとか言って、おしゃで終わったアーカイブ上がった URL をこれだよって教えてお知らせありますからね。もう英語単語で話し、単語でしか話せない。単語とスタンプです。もう文章になってない。事務連絡だけです。だって俺ちゃんとあのスタジオ行くもん、第2木曜日で第2土曜日も来ますからね。うんうんうん、何年続いてんやろ思うけど、うん、ね、欠勤しないですからね。ね、そうか、うん、そう、このような状況です。で、はい、でですよ、うん、分かってます。これは逆質問コーナーならではで、しょうこちゃんの、うんうん、言ってあげて。お預け。うん、はい、いやもう、うんうん、お仕事ばかりで恐縮ですが、関西ダンディコレクションを。2年お休みさせていただいてますので、ぜひあの皆様、ダンディコレクションというのはオーナー会でイベントです、うん、はい、うんうん、100名ほどの規模のオーナー会ですが、はい、あの第1回チャンピオンがジャジャさんや、そうですね、ファッションショーを取り入れておりまして、シニアの男性の方対象のファッションショーです、うん、で、まあ、交流の場にもなるんですよ ね、 あの基本オーナー会のつもりなの で、ね、の経営者事業者の方のお集まりなんですが、うん、おつなぎ場でもあり、ファッションもね、はい、切れどころのお姉様方もお越しになるイベントでございます。覗くとは言うてはったかどうか分かりますが、チャジャさんこやゆいちゃんもね、エスコートしたいね、うん、言うて、うん、そういうね、背の高い女子やしな、ピュッてね、このエスコート、うん、ビューティーコンテストの方もね、参加していただいての回です、うんうん、あ、楽しみにしております。来年こそは、来年はブラッカンさんのフェスティバルと一緒にですね、うんうん、あのジョイントでやさせてもらいたいと思っておりますので、いいですね、なかなか、はい、ちょっとワクワク。お預けはこんなところでしょうか、ね、こんなところでしょうか。さあもう一問ぐらいいけるかな、時間的に、ね、もうあと一問みんなで回答したらお開きかな。6時40分待ってます、うん、さあもう一問、しょうこちゃんに行きたい。私ですか。アキさんなんかないんですか。僕したやん。え、何でしたっけ。あ、したけど、じゃ じゃ あの前回できなかったやつで聞いとこう。何代何代って言ってる。せっかくですから、もうこんな時やから私たちに聞いておきたいわっていうこととかなんですか。でもずっとやりたいのやれてないことは今と被ってるもんな。あ、ちなみに一、ね、夫多妻制、一妻多夫制は、この前の議題にはなりましたけど、それはあえて聞かなくていいですか。ちょっと流しておきますと、結婚前の同性を賛成反対派とかそんな質問してます。それから、結構言われてよかったのは、ごめんね、振り返ってるだけね、でもヒットしたらヒットしたいなと思う、うんうん、最近撮った写真何、今最近写ってる写真何ってやって、画面上見てたら、アーカイブ見てたら、翔子ちゃんもその時携帯をいじってもらってるんですよ。でもその時翔子ちゃんってここで YouTube の、まあ、やり取りしてもらってて、うんうんうん、その時の、まあ、スクショが多分いっぱい映ってるから、うんうん、それやって僕はボケて言うて、うんうん、翔子ちゃんの、発言は、まあ、猫ちゃんなんでなかったんですね、うんうん、でも改めて例えば、うんうん、今最近撮った写真で何か、うん、何かこんな私撮ったよとか、最近ちゃんとした写真、さっき撮った写真に何か、何が写ってるっていうのが、まあ質問だったんですけど、ね、最近多いのは、うん、クリスマスツリー、ああそうそうそう、風景、うん、が多いですね。なんか、うん、なんかいろんなクリスマスツリーがどこ、いろいろなとこで見かけるの、なんかついついちょっと撮っとこうみたいな、うん、まあでもね、そんな感じ、まだあの僕ここは、まあ、時期だけにね、この時期だけに、あの時間的にもシャッと流しました。しょこちゃん、結局しょこちゃんの携帯には最近撮った、最近もう私本当に仕事的なことしか携帯使う、あんまり使ってないんですけれども、そうだな、日頃だったら、あの、うん、コロナがなければ本当にイベントの光景の写真がめちゃくちゃ多いんですけれども、うん、最近は飲食店で一人で飲食店行って、うん、そのところの写真とかを、うん、まあそれも仕事なんですけども、うん、あの食べログのようなちょっと類のこともあるので、あのそういう飲食店の写真ですかね。ですかね、はい、あ、うちにはならないですけど、僕は、うん、あのしょこちゃんのところのオフィス行くときに、うん、基本淀屋橋、僕基本電車なんで淀屋橋駅で降りて、うん、そこから散歩がてらスタジオまで行ってたんですね、うん、で淀屋橋上がってフェスティバルとかの辺の写真を、ね、撮るのが結構好き、うん、綺麗ですよね。マッキーさんも景色やね、景色が、うん、基本景色の写真ですか、ね、今あの更新に入れるのはね、あ、更新に入れるのはあと基本ここで撮るのと、あとサボリの集合写真ですね、僕の携帯、ね、集合写真ね、人の写真といえばスタジオ風景が多いんで、うん、はい、です、はい、まあ一つの、それが一つの楽しみで、楽しみみたいですけど、うん、まあ行ったら行く前に朝撮って、で帰りに市役所とか今やったら飾ってるんで、あ、イルミネーションとか、イルミネーションを撮って帰るとかなんで、
ですが、うん、さあね、あのお開き持っててますけど、はい、さあアイロン、はい、じゃあはい、突如来ました。私たち3人ならではの題だと思う、お題だと思います、うん、ブラッカーに思うこと、うん、思うことね、ブラッカーに思うこと、感謝でもいいし展望でもいいし、うんうん、何でもご自身のブラッカーとのご自身の何かでもいいです。実はね1年前の12月26日に、うん、同じような質問は受けてるんですよ、僕らゲストで。あ、そうなんですか、それはそれは。でもその解釈やし取り方やからあれで、ああ、その時僕答えたこと覚えてるし、それをアレンジして僕は答えれます、うん、さっき一応勉強予習してるんで。ああ、そうなんだ、考えてるね。なので、当時も、まあ、だから1年前も言ってるんですけど、僕にとって、はい、当時そのマミちゃんから紹介で入れて、僕だけオーディション組なんですけど、ここで救世主、要するに救われたんですね、はい、放送配信ってものがね。で僕以降日本人パーソナリティができて、今じゃ俺はプラッカーの救世主もなったんやって言ってオチもつけたんですが、まあ、やっぱりここで配信できて唯一もうこのブラッカーテレビ関西とブラッカーテレビジャパンで、まあ、映像配信してるんで、あとはもう音だけ、本当にあの写真と音だけで、もう僕こうやって動いてない状態が多いですから、本当にこうやって配信できる姿、僕が今生きてるよっていうの姿を見せれるのって、うん、本当にブラッカーぐらいなんですよ。FM ラジオはラジオですからね。なので、はい、もう今は生きる証じゃないかって言い過ぎでしょうかみたいなね。はい、あれ考えてるねんね、二人ね。二人も答えなあかんねんで。私は自分が出した方ですから。答えなあかんねんで。あ、逆質問ですからね。ね、マミちゃん曲を戻そうか。あ、曲をね、戻さないね。なんかしみじみしてるんですよ、もう。あ、大丈夫、パチって言ったね。あ、大丈夫ですね、はい。はい、OK ですよ。はい、大丈夫ですか、そんな感じで。はい、だから僕にとっては、まあまあ、生きてる証みたいな感じで。生きてる証。すごいね。すごい。あ、というか、動いてるってことね。うん。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、もうちょうどいいとこ。ブラッカーに思うこと、生きてる証。素晴らしい。プルコブライフ。ブラッカーに思うこと。ブラッカーに思うこと。なんか改めて。オーナー横にいらっしゃいますね。心拍数上げてもらえる。あ、いや、熱っ。ちょっと、まあ、ちょっと。熱が。本当、熱々。あなたが答えて、翔子ちゃん答えたら俺だけや。ブラッカーに思うことね。うん。まあなんだろう、まあ、やっぱりすごいユニークであり特殊であり、はい、でもこれが本当にもう普通にもうだんだんこうみんなに浸透していっているし、なんか普通にブラッカーンってなんかこう言えるようにね、なんかブラッカーンって何って言ってこう説明しなくてもいい世の中になってきた。でもまあなんだろう、普通に最初はやっぱりパイオニア的な存在やったのが、だんだんやっぱりもう、まあ、先駆者であり、なんかねこういうのやってるよっていうのは、あ、もうそんな前からやってたのみたいな、まあもうなんだかんだ私7年ぐらいですか、最高さんでしょ。一番最高さんもちろんジャズさんね、ここにね来始めてって感じ。出入り業者で一番古いですもんね。なんかまあまあもう当たり前みたいになってますけどね、私が月1来るっていう。ね、もうお家のようにそれに合わせて仕事のいわゆるシフト組んで、そうなんですよ。それで第二土曜日開けて面接受かってるんで、すごいですね。それから木曜日来れないんです。そうですそうです、もう本来、ね、大丈夫です、お忙しいんですから、はい、木曜日マミちゃんの会に女子いっぱい来てます。うん、あ、そうチャタさんが続々湧いてます。だからなんだろうね、もうなんか当たり前ですよね、月1回こう来るっていうのがまあ普通みたいな、なんか改めてちょっとでも考えてみたいですね、思うことっていうか、どういうふうな展望とかね、今後のね、はい、これは翔子さんに質問してもらうな。なんとなくも普通に流れていってしまってるから、改めてちょっといい機会だし考えてみたいなと思います。こんな答えれるもんじゃないよね、翔子さんならではの質問だよね。で、振りますか。そう、はい、改めて翔子ちゃんのねブラッカーへの思いを語ってもらったらお開きでございます。うん、そうですね、時間的にも。私はここに お世話になって3年、うん、いや2年かぐらいですかね、なんですけれども、あの本当にあの私だけじゃなく、あのこちらに来られる皆さんが多分あのチャンスと成長の場になってると思うんですよね。ただただ番組に来てご自分の配信をね、
1回2回もしくはホストさんはまあ、ね、適宜ですけれどもだけじゃなくって、ただの情報発信の場だけじゃなくって、いろんな意味で何かご自身のチャンスとか成長になってるかなって、あのオフィスの方にあの一期一会っていうねお言葉をここのボスがですね、飾っておいでなんですけれども、あの日本の方でもないので、ね、素晴らしいなって、はい、私もあのね飾ってるのにまず感動したんですけれども、そうそうそう、あの本当にその言葉がふさわしいような、あの環境だなって、ね、改めて思ってるんで、はい、そんな感じですいません長くなりました。いや美しいです。そうなの、一期一会って本当英語で なくてそういうことわざ、ね、私も調べたら全然見つからない、だからマミコさんに伺いたかったんですよ。そうないんですよ、だからすごい説明しないといけなくて、日本ならではの、まあ、そういうなんだろうものというか、だからそれをジャジャがピックアップして書いてるっていうのがまたすごいなっていうのは思って、はい、ただの開運キーワードご縁ですもんね。ジャジャさん縁です、ね、縁というかゲント、ね、マミちゃんでんと僕は、まあまあ、宣伝のそういうなんだろうなと思って、まあね、あれですわ、何かのご縁であり何かの形でこうやって ね、年の瀬はしょうこちゃんと、この新サバスタジオで井戸端ができたっていう、井戸端ですまあいいんじゃないでしょうか、はい、別にお許しくださいと言われる、だからこんな感じなんですよ、うちはね、何でしょう、井戸端の感じでねワイワイと、来月森重美奈子さんにお願いしますし、ね、はい、はい、年明けですね、年明け美奈子さん、またね第2土曜日ね、また6時からですので、皆さんよかったらお聞きください、ぜひぜひ、第3金曜日6時は詐欺アナライズ特賞ということです、まーす、はい、うん、です、はい、うん、第2木曜日も見てね、あ、そうですね、マミちゃんこの前、はい、あの第2木曜日見てましたよ、はい、ありがとうございます、だからくどき、生々しくどき文句は言うて答え、はい、悩み答えたいの、マミちゃんは、いや答えたくないんだけど、アキさんの答えを知りたいと思ったんですよ。ね。ええか。いや言っちゃいますよ。はい。ということで、ブラックデビュー関西上昇降さぎのさんを迎えしてお届けしてまいりました。はい、マミコンダキ。アルチーズは。はい。Thank you。書いてあるね。ボリューム74。Thank you for coming to the show。次やっちゃいますね、うん。お時間です。はい、お時間でございますか。It's time to say goodbye。それではスクショ用に、はい、お手手を開いてというか上げて、そのままちょっとお手手止めていただいてもらって、この状態でマミちゃんのご発声でシューネクストタイムのご発声でお開きでございます。止めたままですね、はい、このままでスクショ用です。あとでマミちゃんかアキーかショコちゃんが撮ります。はい、スクショです。これサムネイル僕のいただき場に使います。はい、それではショコちゃんありがとうございます。 Thank you ショコさん、ありがとうございます。マミちゃんもありがとうございます。 Thank you for watching everyoneSo, see you next time! それではまたお会いしましょう。はい、OK です。